武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学商学部の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、まず配点が60点で時間は60分、大問は2題出題されています。ただ大問は2題なんですが、その大問2の方が古文と漢文がそれぞれ問題が出ておりますので、まあ実質大問3題のような形ですね。ただ、漢文の出題数はかなり少ないので大問1個分ほどの量ではないという形ですね。で、問題の難易度、としては、古文と現代文に関してはやはり早稲田レベル、必須でやっておく必要があるかとは思います。で、漢文に関してはまあ短いのもあって、センターの漢文だけでもやっておけばある程度は対応できるかと思います。で、まあ、メインでやっとかなきゃいけないことは本当に早稲田の過去問のやり込みと早稲田レベルの参考書までしっかりこなすことですね。ここの問題は別にその早稲田の中で見て特別難しいというわけではありません。ただやはりそのじゃあそんなに難しくないかと言われて、やはり純粋に早稲田の国語は難しいので、そのレベルに参考書をやっておくことは大前提となります。で、選択肢がかなり細かいことを聞いてきたりとか、正直間違いの答えでも割と意味通るんじゃないかみたいな答えが結構多いので、よくその動画なんかでも選択肢に洗脳されるってことを言ってますが、変にその選択肢を疑いすぎたせいで選択肢ばっかりしか見てなくて、本文の内容から遠ざかっちゃって、まあ、選択肢の中で安心したいのを選んじゃったりという理由で正解じゃないものを、安心するしないで、答えてしまうようなことがないように、心がけておきましょう。で、全体的に本文の内容を、全体内容、要は本文その文を通してどういうことを言いたいのかみたいなことを特に現代文なんかで押さえておいた上で常に設問に、解くようにしておかないと、部分部分で回答するしようとすると、引っ掛けが割と用意されてますので、一旦やはり全体内容を押さえた上で、設問ごとに、細かく読んでいってって形で、取り組むといいかとは思います。で、まあ、ここを受ける場合には多学部の学問もしっかりやってですね、早稲田の国語慣れを、することを、徹底的に意識してください。以上が国語の勉強となります。